どうも、シャーロックです。本日も商品紹介行ってみましょう。本日紹介するのは、オプティマスという会社の、バーナーだね。ポラリスっていう名前のやつがあって、ちょっとそれ気になったので、買ってみました。非常に素晴らしいです。じゃあ早速、中開けていきましょう。はい、こちらがそうですね。まずこれが、これね、使えるのが、ホワイトガソリン、灯油、軽油、あと飛行機とかのジェット燃料、これが使えるのね。それを使うため、液体燃料を使うためのポンプも付属しています。それともう一つ、ガスも使える。ウィスパーライトのユニバーサルと同じだね。ここが素晴らしいところ。そして一番違うのが、商品も開けずに喋ってるんだけど、よいしょ、これね、これ実はジェットを変えずに今言った全ての燃料が使えるの。それが一番嬉しい。じゃあちょっとまず広げてみようか。かっちり動くね、これ。わかるかな？ちょっとね、バネが効いてて、跳ねるの。ここちょっと、小気味良いかな？で、こうやって開くと、ま、ユニバーサルみたいにこうやって、ウィスパーライトユニバーサルね、みたいに、こうやって、初めについてるのが、ガス管を取り付けるためのね、こういうアダプターがついてるんだけど、これの一番嬉しいところは、ほら、ユニバーサルの時に説明したんだけど、ガスを使う場合は、あれの場合は、ジェットも変えなあかんし、こっちの頭も変えなきゃダメだったんだけど、このポラリスの場合は、このポンプに注目。これね、何も変えずに、このまま刺して使うことができるの。あ、ここ回すんだね。よいしょ。締め込んでいくよ。こんな感じで、あと。よいしょ。チャイルドロック付きの、よいしょ。ボトルも付属してるからね。はい、これでわかるかな？ガスのアダプターを変えずに、そのまま、液体燃料の使用にもすることができるの。これが一番の特徴。じゃあ早速火をつけていきましょう。今回は、すすがつくの嫌だからね。ガスを使います。じゃあ早速、レッツゴー。よし、じゃあ早速火をつける準備にかかります。今回はガス管を使うから、何にもなし、このまんまつないでいきます。アダプターを取り付けるだけ。あ、そう、おお、よいしょ。ちょっと今、まあ全部が全部じゃないと思うけど、これしまうときに、このハンドルが倒せるのね。で、ハンドルが倒せて、うまいこと収まるはずなんだけど、ものによっては、しまる角度によっては、取り付け角度ね、によっては、これ、見えるかな？当たってしまらないよね。よいしょ。おお。で、閉めようと思うとこうやってガスが出ちゃう。おお。危ない危ない。まあ、そこがちょっと大事だから、気をつける部分かな。ガス管取り付ける前に、一回閉まってることを確認しよう。んで、これも液出しが可能で、
こうやってウィスパーライトだとユニバーサルだと上にカチャンとはめたんだけど、これはもうなんかこうやってバタフライ式に開いてつけれる、もうとっついちゃってるね。でこうやってひっくり返して逆さでも出せますよというところかな。よし、今回は平地だから気化したガスで作ろうと思います。よし、じゃあね、能書きはいいから早く火つけてみようか。見えるかな、この方がいいかな。あ、風が出てきた。まあ風に、設計上これは風にも強いかな。まあとりあえず気にせず火つけていきましょう。火つけるとこ違うかな。ここだとあれです。ここだよね。さあ火がついた。例によってまあ火は見えないよね。結構ゴーゴー音鳴るねこれ。今結構風吹いてるんだけど、やっぱりこれは構造上風に強いね。じゃあね、早速これで、料理していこうと思います。今日料理するのはこちら、ポタージュスープ。これをちょっと牛乳で煮込んで後で飲んでみようと思います。じゃあいつも通り牛乳持ってきたからね。こんなもん入れて、よし、あとはひたすら温まるのを待ちましょう。沸いてきました。それじゃあコーンポタージュを入れていきます。まあウィスパーライトはなんでああいう名前がついたかっていうと、音が静かなのよ。それに対して同じガス使ってるんだけど、これはまあちょっと音大きめかな。まあそれは仕方ないところだよね。はい、入れました。お、湯気出てきた。よし、猫舌のおっちゃんはこの辺でもう火を止めちゃう。風が田んぼぼの。よし、じゃあ早速飲んでみましょう。あ、熱い熱い。結構短時間で温まったね。火力も十分強いです。総合的なことを言ってみると、まあこれどうしても比べられるのが、これと同じ性能で対抗馬なのがウィスパーライトユニバーサルだよね。ウィスパーライトユニバーサルの場合は燃料ごとに、使う燃料に分けてジェットを付け替える必要があったし、もちろんガスだったり液体燃料だったりすると
この根元の部分もね変えなきゃダメだったんだけど、これは、液体燃料もガスもジェットも変える必要ないし、こっちのアダプターも変える必要がない。その便利性から言って、手間の少なさから言って、こっちの方がいいんじゃないかな。まあデザインも銀色と黒、まあ好きな方を選んで買ってちょうだい。というわけで、今回紹介しましたのがオプティマスのポラリスという、バーナーでした。マルチフュエルバーナーだね。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。